オーストリアシリングは1924年から1938年までと1945年から1999年まで使用されていたオーストリアの通貨。2002年からはユーロが導入され、1ユーロイコール13.7603シリングで置き換えられた。また1シリングの100分の1を表す補助単位としてグロッシェがあった。 シリングは1924年12月20日のシリング法によって規定され、1シリングイコール1万、オーストリア・ハンガリー・クローネとし、1925年3月1日から発行された。その後シリングは1938年のアンシュルスで廃止され、その際に1ライフィスマルクイコール1.5シリングの比率で交換された。 第二次世界大戦が終結した後の1945年11月30日に連合軍によってシリングが再導入された。この時連合国軍は50グロッシェンから1000シリングまでの額面の紙幣を1944年付けで独自に発行し、1人当たり150シリングを上限として1ライフィスマルクイコール1シリングの比率で交換が実施された。 その後オーストリア国立銀行においても1945年にシリング紙幣の発行を開始し、翌年には効果の流通が始まった。新、シリング等が1947年11月に制定されたことにより、新しい紙幣が発行された。旧紙幣は150シリングまでは10日で新紙幣と交換され、150シリングを超える部分については1。 新シリングイコール39シリングで交換された。この通貨改革では効果については影響がなかった。1950年代になると 1US ドルイコール26シリングで固定されて通貨が安定するようになった。1971年にブレトンウッズ体制が崩壊するとシリングは複数の通貨によるバスケットと固定された後に1七十六年七月からは ドイツマルクに連動するようになった。1999年にユーロがオーストリアの法定通貨となったが、実際にユーロの硬貨や紙幣が流通されるようになったのは2002年のことであった。シリングの文字が刻まれた硬貨や紙幣はその年の2月28日までに回収され、市中に出回らなくなった。ユーロ紙幣、硬貨の流通開始時に有効であったシリング紙幣。 効果は、オーストリア国立銀行の本支店において、無期限にユーロとの交換が可能となっている。1925年、1、2グロシェン青銅貨、10グロシェン白銅貨、50グロシェン1シリング銀貨が発行され、1931年には5グロシェン白銅貨も流通された。1934年、50グロシェン1シリング白銅貨と五シリング銀貨が導入された。 これらの効果は1938年まで発行された。1947年から1952年にかけて1、2、5、10、20、50グロッシェンと1、2、5シリングのそれぞれの効果が発行された。1、2、50グロッシェンと1、2、5シリング効果はアルミニウムで鋳造されており、その後2代目の10グロッシェン効果もアルミニウムで作られるようになった。 5グロッシェンと初代10グロッシェン硬貨は亜鉛で20グロッシェン硬貨はアルミニウム製造で鋳造された。1グロッシェン硬貨は1947年にのみ鋳造され、また20グロッシェン硬貨と2シリング硬貨はそれぞれ1954年と1952年に製造が中止された。1957年には10シリング銀貨が作られるようになり、 1959年には50クロッシシェン硬と1シリング硬果がアルミニウム製造で、1960年には5シリング銀貨が製造されるようになった。このため5シリングはアルミニウム製から銀製となり、この原料変更は1950年代のオーストリア経済の持続的成長によって可能となった極めて珍しい事例である。ただその後5シリングと10シリングは、 それぞれ1969年と1974年に銀貨から白銅貨になっている。また1980年には20シリングがアルミニウム製銅で鋳造されるようになった。ユーロに切り替えられた時点で流通していた硬貨には以下のものがある。この頃には1グロシエン未満の硬貨は流通していてもあまり見かけられなかった。1925年。 オーストリア国立銀行は5、10、20、100、1000シリング紙幣を印刷した。また1929年に50シリング紙幣も印刷された。1945年、連合国は50グロシエント1、2、5、10、20、25、50、100、1000シリング紙幣を1944年付けで発行し、また、 国立銀行も1945年に後、10、20、50、100、1000シリング紙幣を発行した。1947年に通貨改革が実施されたことにより10、20、100、1000シリング新紙幣が発行され、また1951年には50シリング紙幣が、1953年には500シリング紙幣が再び印刷されるようになった。 1957年、10シリング紙幣が同学面の効果に置き換えられた。その一方で1980年からは20シリング効果が鋳造されるようになったものの、20シリング紙幣も引き続き発行されていた。また1988年には5000シリング紙幣が製造されるようになった。ありがとうございます。